んにちは。こんにちは。久しぶりです、この大通り。皆さんには衆議院北海道5区補欠選挙で大変大きな大きな力をいただきました。この北海道で生まれた野党共闘といいますけれども、野党を超えた市民の政治に対する本当に大きな思いと期待だったと思います。それが全国にタンポポの花の綿毛のように飛んできました。間違いなく私たちの力、市民の力は全国に形あるものとなったと思っております。32地区共闘が進んでおります。そして北海道は先に行きますよ、複数区ですけれども。でもここであえて国政に必要なのは政党のメッセージだと思います。市民を置いてきぼりにしない、そして市民が期待をして希望を持っていいんだ、すがっていいんだという政治への諦め、今のこの投票率の醜さ、今の政権いかがでしょうか。だからこそ私たちは今日を皮切りに、一人一人が予定候補の声となり形となって、もっともっと広がりある活動をしなければなりません。北海道5区は足を止め、北海道は5区を超えて足を止めずに市民は活動します。電話がけも全国へノウハウをお伝えしちゃいました。みんなから始まったこの電話がけ、声かけ、ビラ撒き、何でもやるようではありませんか。そして私たちの輪をもっともっと広げること、そして政党が市民を置いてきぼりにしない、そして市民は政治を諦めない、そのことを優しく伝えていきたいと思います。どうか皆さんと一緒に頑張ります。どうぞよろしくお願いします。